皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2020年5月8日金曜日、今日の奏者の言葉はまず与えよう、まず与えよう。そして今日の今流れている BGM は門の群青に有用しの2、この中から白鳥を忍んで、白鳥というのは白い象と書きます。このフゲインの私がお世話になった森寛章芸家のイメージで、俳号でもあります。白鳥というのはそのイメージで書きました。1988年9月、高野山を出発点にして世界の平和と鎮魂の祈りの旅、世界88カ所音楽巡礼の旅、その高野山の根本大塔で旅立ちのコンサートをしました。その時にいろいろ力になっていただきました右舷森寛章先生、前の高野山真言宗の館長でもあります。そこに仏舎利が招来して、仏舎利を招来して建立された仏舎利殿、それの10周年を記念してこのアルバムを制作いたしました。ぜひ手に取ってじっくりと聴いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。